11月半ば過ぎましてね、もういよいよ心拍とか小白類の手入れをする時期来てます。特にね、消毒、石灰防護剤なんか今やっていい時期ですよね。20倍か30倍、はい、薄めてと来年虫とかね、病気とかなりにくくなりますんでね、はい、ただし私は使えないんですよ。そうですね、金属に悪影響を与えますんでね、はいはい、金属があるところだったら使わない方がいいと思います。先生は盆栽棚が鉄で、そう、鉄でできてるところね、そう、完全に腐ってきますんで、うん、で、なんか代替のね、それに類似した薬剤も出てるみたいですよ。あ、そうなんですか。うん、ちょっと名前忘れたんだけど、ちょっと今朝見てたらね、三なんとかっていうのは、そういうのって殺菌と殺虫にね、いいんだって。分かる人はやってみようかなと思います。ちょっとコメント欄で教えてください。ね、今回はね、心拍、ここに心拍3つ用意してるんですけど、これ3つはセットで、みんなこう、ザーッと1本の鉛筆みたいに。みんなこういう木だった。これがね、これだけ模様がついてた。で、これはもう最後の1個なんで、はい、文人帳に作ろうかなと思ってたんだけど、これもこういうふうに曲げてみようかなと思います。わかりました。はい、心拍やってる時にね、私の触った先生がね、チラッと言ったことなんですよ。それはね、こう曲げる時ね、芯を抜いて曲げる。芯を抜いて曲げる。うん、心拍の中に、はい、赤っぽいこう芯が通ってるんですよ。通ってますね。もうこのぐらいの太さになるとね、こう曲がんないですよ、これ。はい、それはその芯を抜いて曲げたらどうなるかっていうのね、やってみます。これはね、2つの11月半ばぐらいに針金かけてます。はい、これはまっすぐの木ね。うん、これもどうしようもないんで、こういうふうに曲げました。で、これが最初にやったやつ。これはこれまっすぐですよ。それをこう曲げてきた。これはだからその普通に曲げたってことですか。そう、芯を抜かないで曲げた。針金こんだけ、これ10番か。この太さの針金入ってるんですけど、このレンチでね、こうガッとこう曲げて曲がんない。これ太さが多分ね、1センチ5ミリぐらいかな、これね。2センチはないと思うんです。2センチあるかぐらいの太さ。うん、このぐらいになっちゃうともう曲がんないですよ。曲がんないですよね。これも大体 1.5 センチぐらい。直径がね、これでもう、こう手でここ曲げてみて、曲がんない。曲がんないですよ、これ。で、その先生の言ったことを思い出しましてね、これ同じ仲間です。これ、まっすぐ伸びてたやつ。これ、曲がってますね。かなり足元曲がってるでしょ、これ、うん。このぐらいに曲げてみようかなと思います、この木。なるほど。これは、だから芯抜いてるんですか？芯抜いてんの、これ。こっちは芯抜かないで、曲げたやつ。おで、かつこれはアルミ線で曲げてますからね。おー、柔らかいのに。柔らかい方だ。これ導線の10番ぐらいです。10番で曲げてもこの曲線なのに、そう、曲がんない。芯抜きするとこんなに急に曲がると。そう。へえ。ただし、今まで私あんまりやったことないんですよ、これ。はいはい。で、夏になると結果が出ると思います。枯れるんじゃなくて、芯が抜いてて、このまま形が残るかどうかで。あ、これまだわからない。じゃあ、これはまだわからないです。どういう形になるかって。なるほど。ここまではできるんですよ。ただね、山鳥の木なんか見るとね、ここ中がうろ状になってこう曲がるんですね。そういう風にできると思います。これ。ほう。わかんないけど。ただ中がこううろ状にくり抜いてますよ。で、もう一つですね、芯抜いてやったやつ。まだ。もう一個ある。あ、みんなね、心拍玉になってるけど。はい、心拍玉、苔玉みたいな。苔玉じゃなくて心拍玉なってますけど、こういうふうにしないと、この足元が曲がんない。鉢から抜かないとね、こうぶつかっちゃったら曲がんないんですよ。だからこれも抜いちゃいます。これはここ？ここ。これがね、ここまで直線。直線ですよ。あれ？こういう、ここまで。で、ここから曲がってたのかな。去年の盆栽球の心拍の30と31、はい、あの2つで出てますからシャリ付けの動画ですね。あの時にね、私ちょっと欠点って言ったんですよ。はいはい。それここで、ここがね、直線だから、うん、あんまり面白みのないと。そうでね、これ私の家2階に上がってるんでね、はい、階段どん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 上がってきて、ね、一番最初これです。ここだけまっすぐもうダメだなと思ったんだけど、ダメ元でこの芯抜いて、うん、曲つけて、そしたら結構見られる気になったでしょ、これ。そうですね。これ、ここに知ってもいいから、これでいいかなと思うんですね。ここの足元に模様がついただけで、うん、こういう見られる気になりますんでね、この木でそれをやってみようと思います。
でまずねどこからくり抜いていくか線つけてみたんですよ。でこの辺からずっとこう傷つけてって中の赤い芯を抜いていくんです。外側だけ残して中は抜いていくとうろ状になります。これ削っていく、中削っていくんですよ。削っていく、うん、後で実際やりますけど切れ目入れてですからドリルでこう削っていきます中、うんうんうん、でこの辺まで行けばいいかなって このぐらいだとこう曲がるんでね、はい、ここだともう曲がんないですこれ。そうですね、実際にねやってみましょうこれ、はい、あそうか、根っこ巻くんですよね。後からでもいいや。これだともうここ突っかえちゃって曲がんなくなっちゃうこれ。心拍玉作りますから。心拍玉は後ほど。木見るとやっぱ枝のない方にからこう傷つけてった方がいいかなと思うんで、うん、線つけてみたんですよ。はい。その通りこうずっとこう削っていく。削ってきますから。はい。先にこう道筋つけておきます。なるほど。ちゃんと。3分の2以上はこの皮が残りますからね、これ絶対でもね。だからこう枝のとこ通らなければ枯れることはないですよ、はい、さっきのやつもね、11月半ばぐらいにやったんだけど枯れたとこ一つも出てこないから、うん、大丈夫だと思います、それは。こういうことをやってる人いるんですか？いると思う。あのね、ちょっと調べたんだけど一つだけ乗ってた、この芯抜くっていうのやり方は。ここで曲げたいなって、この辺だけ抜いてるんだよ。ああ、一部分だけ。うん、作るとこ。実際にやってる人だから、前の先生が芯抜いてあるやつとか。おお、前の先生はじゃあやってたんですね。やってたね。色が変わってとかだ、ここだ。ちょっと見えないかな。ここが芯なんだ、これ。ちょっともうちょっと広げてみるか。この真ん中辺にね、こう硬いところがあるんです。で、色がちょっと違うんですよ。そこ取る。結構手で削るんですね。これでやっちゃうと、ね、余分なところまで行っちゃうからね。こう細いしね。今度もうちょっと太くやってみたいなと思うんだよね。なるほど。素材がないんで。反対側まで行っちゃうと、枯れちゃうから。うん、ってことですかね。これ皮が残ってりゃ枯れないからね、これね。まあそうですよね。うん、1年ぐらい経てばこれ、ね、木が固まってくると思う、この、うん、白いところが。はいはい。まあ、実際にはやってないですけどね。出てきた、ほら、はい、この赤っぽくなったでしょ。これが芯だから、ここ取っちゃう。これすごいですよね。でも芯がなくてもね、うん、生きてる。生きてる。普通板向きにするときさ、この芯を残して周り削ってったけど ね、今回逆です。結構これ曲がるから。曲がりますか。おお。ちょっとここあとビニール巻きますからね、はい、結構抜けてきたね。もう完全にこう分かるでしょ、これ。こう色違うでしょ、これ。これ芯です、これ。茶色くなってる。こう、だからこう中身にずっと取ってる。この色。こう硬いんですよ、これ。ちょっとこう取ってる。少しね、内側がえぐり込むように削ってますからね、これ。皮の方にここに中入るように。じゃあ中をこう丸く削ってるみたい、うん。そう、うろ状ですね。うろ状に、うん。結構だいぶ柔らかくなってきてると思う。そうですよね、この元から曲がるでしょ、これ。これであとひねりも入れられる、これ。ああ。ここに。そ
すごいですね。それでこれが木が固まればまたこう皮を剥いてけんさ、うん、針金かけてひねり曲げてからひねりを入れながら形作っていこうかなと思うんですけどね。ちょっともうちょっといきますかね。はい、もうちょっとです。この辺がね、どのくらいまでいこう。そっちも。おお。くるね。じゃあね、こう一応ここまで削ってきました。ちょっと芯が全部は抜けてないけど、少しは残ってるけど、このぐらいで大丈夫でしょう。抜いちゃったんで、こう周りちょっと崩して、心拍玉作りますから。心拍玉、ちょっと見ていいですか。深さが、なかなかね、どうだろう、半分ぐらいまで深さ。半分。うん、幹の半分までいってないかな。半分いってないと思う。ただこの曲がるよこれ。もうちょっといくかな。ちょっと硬いかな。これひねりはもう完全に入るから。入りますね、うん、もうちょっといこう。もうちょっと、うん、もうちょっといくそうです。うわすげえ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 。カブ来たな。これ以上できないな。ここまでした。だいぶ柔らかくなったよね。だいぶ柔らかくなりました。これでいきましょう。最後に大物抜いて、うん、ちょっと違和感はないでしょこれやっても。まあなんか普通のシャリっぽいですよね、うん、パッとで来年あたりもうちょっとこう広くしてていいんだ。水吸い補足すればいいんだもんね、うん、深いです。やっぱり板状になると思う。なりますか。ここから修正ができると思う、うん、シャリで。で削ったところもう3分の1になるもんね、うん。じゃあこれを根巻きにしていくと巻いてきますから。黒玉じゃなくて新白玉を作りますから。新白玉を作ります、はい、これ何ですか。これ朝ガイロじゃなくてよく巻いたじゃない。あもうこれがこれで売ってるんですか。ホームセンターで売ってるよこれ。あと私前ってね、前から林業関係やってたんだよ。で冬になるとこうルートカッターってこう根っこがあって切っちゃう。うーん、植え替えするのに、あの大きい木ね。でこう巻いてくる。で少し置いてくる。園芸屋さんじゃなくて何だっけ、植木屋さん、うん、植木屋さん、暗業あたり、そうだから、うん、角落としちゃうから。はい、黒玉みたいだなこれ。次はね、この針金かけてきます。こう一本の針金こう沿わせます。ここにこの水の中に、水の中に入れちゃうってことですか。うん、水の中に、ギブスの代わり、ギブスなくても大丈夫だと思うんだよね、うん、中より外側に針金 やるのかなと思ってた。うん、なくてもいいと思うんだけどね。マジでやってみましょう。一応気休めでね。気休め。際がうまくできるかなって。なくてもいいと思うんだから。だって今あの心拍で曲げるときはあんまり沿わせてないでしょ。アルミ線そうですね、あんまり効果ないって言うと傷つくだけだもん。あれなんか背中に入れるじゃないですか、針金って、うん、これなんかだから背中に当たってない感じがしますもんね。これで気休めで入れとけ。気休めです。気休めです。曲げる外側だよね。外側だよね。であのラファエの代わりにビニールテープ。これはビニールテープでいきますか。先生の好みの独自で。水に浸す必要もありませんから。こっちの方が楽だと。ただこれね、あの結構いいよ。今のところね、うん、枯れてないですよね。そう。使ってこれで巻いたやつ。あの二重に巻けば結構こう強くなると思うね、うん。伸びるから。ラファエ巻いてゴム巻いたけどね。はい、ゴム結構あれ威力あるってだから。それの間ぐらいの強度があるんですか。これだ。二重に巻いてきますこれは、はい。こういうまっすぐな木は巻きやすいんだけど、くねくねしてる木は大変だからね。そうですね。巻くのが。
枝のところは一周回す、ね、枝のとこ八の字にこうやって裂けても折れないよ、ね、うに、ん、なるほど、八の字に巻いておきますから、これ裂けちゃうからね。そうですね、裂けた時に、うん、そのまま上から下に降りてって二周目を巻く、二重になる。ああ高かったら足すけど巻きが反対になっちゃうんだよ。ここが一回巻いてあるから中に水入っていかないと思うよ、ね、なるほど。下から普通巻いていくからね、はい、二重に巻いてるから。これはビニールテープは夏はやんない方がいいと思う。夏場は蒸れちゃうのでご注意ください。今は結構ね、椿とか雑木類でもいいと思うよこれ。それはこれ粘着テープ。あー最後だけ粘着テープ、うん、それだけで大丈夫ですか。大丈夫です。ここ上針金巻いちゃうから。あ、なるほど。ここまでできました、はい、でこれ針金をかけていって幹に模様つけます。3.5mm、 ここ巻いたんだな、うんうん、こっちを切るな。ここね、刺さないで巻くときね、はい、こう長く出すんですよ、ここに。でここ一番最初ちょっとピッチ狭くしちゃう、はい、ちょっとこれで効くんだから。細かくいきます、これ。はい、細かくして、ここはね、45度じゃなくていいですから。はい、ここで曲がんなかったら、こうもう一歩入れますから。終わりました。曲がるのか、こっち曲げる、はい、こう曲がるよね。ちょっとこうひねりを入れながら曲げてきますから、はい、そこ針金締まっていくんで、巻いた方向にちょっとひねり入れてます。ワンピッチぐらいずつ、一つワンピッチずつ細かい模様、うん、細かい模様入れていきます。ここか、うん、これだいぶひねり入ってることだ。はい、ここでやると絞っちゃうから。なるほど。ここは結構曲がるね、これね。曲がりますね。針金の役目しなくなった。くたくたいっちゃったよ。大丈夫ですか。柔らかいよ、これ。手で曲がっちゃうんだから。すごい曲がってる。曲がちょっと足んなかったな。抜きが。結構面白いよ、これ。普通に考えてあんな曲がんないですもんね。うん、曲がんない。太さの部分ね。芯抜くとこれだけ曲がるんだろうね。ただ、これをの話をした時、あんまりおすすめはできないって言ってた。まあ、枯れる。枯れることはない、これ。いや、でもそう言っちゃうと、あの真似した人は枯らしちゃうかもしれないんで、これ真似しないでほしいね。真似しないでほしい。結果は出てないんだよ、まだ。今のところ先生は枯れてない。うん、今のところ枯れてない。1ヶ月半経ってるんだよね。1ヶ月半、うん、なので、皆さんは結果を待ってからやってみる。そうそうそう、結果が出てからの方がいいと思うんですよ。こういうね、チャレンジも未だに続けていると。枯れてもいいような木やった方がいいですよ、最初。もしやるんだったらね、最初ね。もう本当どうしようもない木ですよね、うん、どうしようもない木で、成功したらまた次のやれんだから。そうそう、ここがね、ちょっと抜きが足んなかったな、これ。
ちょっとまぶすぎかな。まあいいや。さらに畳んでいます。やっぱりここでも大変だよこれ。芯抜いとけばよかったから。抜いてないところはかなり硬いよこれ。曲がんないんだ。こうポキって音しないもんね。ミシミシはなってますけどね。やっぱり1センチ以上になると難しいな、これ曲げるのはね。カクって曲げたりするな。幹の太さが。うん、効かないもん、ある店これ。上の方が逆に曲がらないと。効かないだこれ。縛っていくしかないな、これ。ここが抜けてなかったな、ここも結構欲しいので、ね、抜けてないんですか。芯が抜けてないから、さらに縛ってます。一回ちょっと揉んでやるとこう柔らかくなる。だからどうしようかな。喧嘩に喧嘩にしようかな。喧嘩だったらもうこんなもの抜いて、こんな曲がるんだ。喧嘩行こう。はい、先生らしい気になってくれたんだよ、やっぱり。いいじゃないですか。試験が猫。スマホで生きてきました。これもうちょっと細かくかけるか。2本目の針金、ね、ありました。これ先端だけ。先端だけ？うん。細かな形だけ作っちゃうから。ざっくり針金かけとですね。この枝ちょこっと。うん。メインのところだけ。メインのところだけ。軽くかけて。すごい曲がるもんですね。ですね。ここね。曲がるもんだな。外してね、シャリ入れてどのぐらいそれの傷がみたいな。うん、そう、多分ね、枝はあんまり枯るなと思う。で、木がどういう風に固まるかなんで、これでもうフラフラしてたらダメだからね。そうですね。木が固まればね。木が固まって、でそれをかっこよく自然に見せれるかっていうところまでが。これは畑の木だから、この白いところ柔らかいからね。うまく固まればね、出荷接着剤入れちゃうか分かんない。まあどうなるかっていうところですね。うん、何の特徴もない木でしたからね、最初ね。そう、もうまっすぐでどうしようもない木。ただこうちゃんとできればね、やった方がいいと思います。じゃあちょっと完成までお待ちください。ここがね、ここまだもうちょっと後で燃え付けた第1作目はこれ。そうですね。1作目はここまで。正直細かい針金を ね、かけてもいいんですけど。もう一個針金入れれば細かい燃え付けた間入れてきて、だってこの木今やったことは、この下の方に模様つけただけだ、これ。そこに模様をつけただけ。下の方ね。あ、そうですね。こっちはあんまりいじってないからね。そうですね。スーッと置いてる。一本でツーンとなってる木なんかここに作ったらいいかもわかんないですね。うん、これで完成、完成ということで。うん。一応、今、見解結構作ってんね。見解を作って。場所取るのでいいからね。もうこれがさ、こう上伸ばすか、これはもうダメ。そうね、場所がね。場所取ってダメだよ、狭いからだし。これ。こんな感じで。で、新木今やってる人多いと思うんだけど、はい、この、まずね、こう足元に一曲つけたいわけ、これ。そうですね。で、こう鉢入ってると、鉢よりこれ木が下へってると、ここにぶつかっちゃってね、この辺に模様作れないから、一回抜くの。はいはい、で、苔玉じゃなくて、新木玉を作って、こうやって、上の方だからちょっと土を落としてね、巻いときゃいいんだから。まあ、芯抜きっていうちょっと特殊な方法だったけど、結構太い幹でも曲げることができると。なんか、コツというか注意することありますか、芯抜くときに。コツはね、どこが芯だかって分かんないとそれ抜けないから。あ、なるほど。削っていくと中が赤く、ちょっと、ね、これ。ここ色が変わったでしょ、これ。これ。この赤いとこれが芯だから、これをどこまで残すか。例えば、ここで曲げたんだったら、ここだけ抜いても曲がると思う、これ。なるほど。この赤いところ、これ抜かないとダメです。で、これずっと辿っていけばいいんだから。これもね、もうこのままここがダメなんだから。そうですね、直線に。ただ、ここから曲げようかなと思って、ちょっと赤いところ取ってみた。なるほど。もっと曲げたいなってあったら、やってみてもいいかな。
今の時は自分の責任です何この方法は、うん、あんま進めてはいない。実際にね、前もやったことあるんだけど、はい、もっと太い木根っこまでやっちゃってダメになったらあるからね。あ、そうですか。多分これは大丈夫だと思う。これやっぱシャリと一緒で根元までやんない方がいい。根元、足元のギリギリで止めた方がいいですよね。そう、きっとこの辺で止めた方がいいですよね。うん、そうだね、ギリギリで止めた方がいい。赤い削るならというのもあるっぽいです、うん。水水はかなり残ってるからね。そうですね、まあ、今回はこういう曲げる方法だった。そうそう、ここは今後と今回の枝先針金かけてもう幹がこうできてるんだから、筋が、うん、針金かけてあと作っていこうかなと。あとシャリですね。シャリですね、うん、ということで、うん、今回この辺で自己責任でね。そうです、今はやるんだと自己責任自己責任で皆さん。そうで、どうしようもないけどね、足元に結構つけたいって言ったらやった方がいいと思う。そうですね、うん、分かりました。そう、以上です。以上です、はい、はい、ありがとうございました。先生、年末年始は？年末年始はうちにいるよ。帰ってくるんですか？え、息子さんとか、娘さん、息子、うん、せがれたち来ると思うんだから、うん、長男はね、31日まで仕事だなって。ああ、そうですね1日あたり来るとね、氷川神社お参り行くんだよ。氷川神社で商売繁盛買ってきますね。商売繁盛、うん、今年十日町行った？行ったことないです。行ったことない？はい。そっか、結構店出てたの。十日町行ってきた。熊手とか売ってるやつ？熊手、あの小さいやつ、ジジェの中で売ってるやつさ。持って歩いてる人いました。このなんで、うんうん、1500円とかってしたんだ。氷川神社ですか？氷川神社、だいぶ去年あたりは店出てなかったからね、うん、境内の中に熊手屋さんが出てるぐらいだった。今年はね、あの参道ずっと出てたよ。だからそういうのとかも一人で行くじゃないですか、僕。うん、そういう時寂しいですね、ちょっと。一人の方がいいと思うよおしゃれってさ、ただ自分の好きなように動けないもん。まあまあ確かに。盆栽のね、見に行くときはね、一人で行けって。あ、なるほど。ゆっくり自分の思う通り見てられないんで。そうですね。ちょっと大体ね、あれとか一人で行くの。そうですね。買い物も一人の方がいいですもんね、やっぱね、うん。でね、あそこのね、氷川神社の参道の、二の鳥居か。うん。あそこの前、図書館あったんだけど、あ、ビビリ、あそこにあの小江戸ビール売ってた。ああ、だから買ってきちゃったやつ。あれビビですよね。ビールのやつ、あのビビっていう建物ですよね。そうそうそう、あの中で、うん、ね、500円だったやつ。500円。なんか野菜とかも売ってるみたいですね。売ってた、野菜もあった。そうそうそう、野菜と、あとカバンみたいな、こう渋谷みたいな。なんで図書館やめちゃったんだろうな、あそこね。そう、小江戸ビールだったって言ってたよ。美味しかったよ。小江戸ビール飲み行こうかな。寒いか、でもうち買っててね、せがれと言ったから違うなと。なるほど。で帰ってきて飲んで、やっぱり芋の味がちょっとするね。うん、僕芋のが好きですね。うん、好きだよ。あれ、いろんなのあるんだ。いろんなのあります。芋のやつ美味しかったよ。うん、で小江戸ビールさんもね、正月やってるかな、あそこな。買ってるかってきてぜひ飲みましょうと。